この中に一人、妹がいる、は、田口はじめによる日本のライトノベル。イラストは、カテグが担当している。2010年8月から2013年3月まで、全11巻が、MF 文庫 J より刊行された。原作たる小説のほか、漫画家、アニメ家など複数メディアでの展開がなされ、日本国外においても翻訳版が出版されている。略称は、中妹。 英字表記は、フーイズ妹。本作のストーリーは、世界的大企業社長の息子で、後継者候補である、主人公帝やヤ・シと、ショが後継者修行の一環として転入した、私立新流院学園のクラスメイトやヒロインたちとの間で展開していく。父の遺言により、新流院学園で、生涯の伴侶を見つけ出さなければならないが、 その候補である周りのヒロインたちの中には、絶対に選んではいけない正体を隠した妹がいるという状況での正午の悪戦苦闘が描かれて、いくこととなる。作中のストーリーの時間軸としては、正午が新竜院学園の高校2年に編入する4月から、スタートし、一部過去の階層部分の描写を挟みつつ、学校行事に沿ってその年12月まで本編が描かれる形となっている。 年明けの3学期以降、翌期の始業式、入学式までが描かれた小説第10巻の記述内容は、主にサブヒロインたちの後日探がテーマとなっている。著者の田口は本作について、ヒロインたちの誰かが血の繋がった妹かもというコンセプトの作品と位置づけており、ミステリアスな要素を入れたラブコメとして読者に楽しんでいただければ、としている。 またタグジは、前作、三流木萌え花は、名担当。第三巻で行われた、架空のライトノベルのうちで実際に読みたいものを問うた、モバイルアンケートの結果、票を集めやすいであろう。同作中に複数回登場した作品以外では、妹が、婚約者。が、多数の票を集め、自分自身もそのテーマで実際に書けば、面白くなるのではないかと考え、 この作品が誕生したとも語っている。MF 文庫自本作担当者へのインタビュー記事では、本作について、可愛い女性陣に囲まれて嬉しいはずが、その中には正体を隠して、あわよくば結婚しようと格索している妹がいるというジレンマのある状況と、謎の妹は一体誰なのかを探る、展開の合わせ技が魅力との趣旨で本作に触れられている。 基本的には普通の妹ものラブコメながら、謎の自称妹というミステリー要素を加えた演出を評価する見解も存在する。本作のメディアミックス展開として、月刊コミックアライブにおいて漫画化され、単行本が MF コミックスアライブシリーズより刊行されている。また、コミックフラッパーでは2012年5月号より、スピンオフ作品、この中に一人、妹がいる。 バスタイムが掲載された。2012年7月から9月にかけて、t v アニメが TBS、BSTBS BS 他にて放送され、インターネットラジオ番組も2012年6月より配信されるなど、展開は多岐にわたっている。日本国外においても、台湾、韓国、中国においてそれぞれ小説翻訳版が刊行されている。テイヤ・ショゴは、 世界的な大企業である、低野グループの社長、低野、熊五郎の息子。翔吾は、父の救世後、その遺言に従いグループ社長の座を継ぐことを、決意した。遺言で、翔吾に、後継者の条件として提示されたのは二つ。一つは、能力面での特訓を行って一年間で、三角やグループ社員全員が社長としてふさわしいと、認めるような成果を出すこと。そしてもう一つは、 熊五郎の母校である、私立新流院学園に通い、そこで、生涯の伴侶となる女性を見つけて結婚することで、あった。新流院学園に転入した正午は、クラスメートの鶴間心の枝や神奈義みやび、生徒会会長の天童愛妻や副会長の国立、林家妹カフェを経営する先輩の佐賀両名ら、ヒロインたちと出会い交流を深めていく。しかし、 実は翔午には顔もわからない、イボ妹がいることが、父の葬儀時に、当の妹から告げられていた。そして新竜院学園の生徒となった翔午のところには、妹から、私はお兄様の近くにいますという連絡が舞い込む。謎の妹は翔午に正体を明かさぬまま、仲を深め、あろうことか、翔午と結婚することを目論んでいる。翔吾は、父の遺言を果たすべく、 生涯の伴侶を探しつつも妹の正体を突き止めるべく放送し、様々な障害を乗り越えていく。2012年7月から9月にかけて TBS、BSTBS BS 他にて放送された。全12話。テレビ放送時には湯気や光等で規制されている部分があったが、BD、DVD 版ではそれらが解禁されている。 2013年3月27日には最終話の後日談と2012年7月16日に開催されたこのイベントの中に一人妹がいるのイベント映像が収録された OVAOVA の中に一人妹がいるが発売された。全館の共通特典としてエンディングテーマヘブンリーラバーの ソロバージョン及び桂健一郎の描き下ろしによるお風呂ポスターが封入されている。なお、ジャケットはすべてカテグが手掛けている。このラジオの中に一人、妹がいるは、2012年6月2日から同年9月29日まで、超 A&G で配信されていたラジオ番組、パーソナリティは石原香織、桜綾音。この記事は、 以下のカテゴリーでも参照できます。このラジオの中に一人、妹がいるに関するカテゴリー、OVA の中に一人、妹がいるに関するカテゴリー、ありがとうございます。